うちの旦那はワッチより100倍強い。旦那串刺しになってるけど。急に投げるから一言言ってよ。すまん。死神太夫、つくよでありんす。どうぞ、よしな。チェンジお願いします。もっと愛想がいい子に。おい、これはどういうことじゃ。俺はケツの穴派かな。いや、そっちの穴じゃなくてあっちの。クシャトリ。おい、何しとるんじゃ貴様は。こんなところでお前こそ何一人でこそこそ一発したいアンケート取ってんだ。勝手にスケベジジイどもがずれていったんじゃ。あの、料理は苦手なんだが鍋ならできるかなと思って。こんな状況で何食わそうとしてんだ。俺はゴエモンか。一応主好みに甘口にしてみた。食べなし。これで気が済むんじゃろ。ほら、悪大官か。どんな礼の仕方をしようとしてんだ。日の輪がそんなことさせるわけねえだろ。でも尺だけでもしてこいと。尺ってそっちの尺じゃねえよ。おい、どこに行く。ちょっと築地まで。ほんとだ、プリプリデカプリコだ。あ、違った、アーノルド・シュランツェネコだった。あ、銀さんだ、久しぶり。え、何、このイカス姉ちゃん銀さんの知り合いなの。奇遇じゃな。元気だったか。ああ、ついさっきまで元気だったけど今死んじゃった。スズランについて有益な情報が。ダマリンス。え、何、ダマリンスって何。リンス買いに来たの。サラサラ平派になりたいの。やっぱ乙女なの。違う、ダマリンスは髪がザラザラになるリンスじゃ。早く買ってこんか。バカ者が何をやっとるんじゃ。ほれ早く来い、夕飯が冷めるぞ。投げ渡ねえってんだ。冗談じゃねえ。どんだけ金積まれてもあの連中の相手だけはごめんだ。てめえ。いやん、せっかく遊びに来たのにどこ行っちゃうの銀様。夜はまだこれからだろ、ね、さっさと酒つらんかい、この腐れほっと。でも吉原の姉ちゃんの時は逆にお前が絡まれて外に引きずられていったな。10分後、服を引き裂かれたお前が泣きながら帰ってきた。よし、じゃあ花のケージ10巻を開け。勉強の方はどうですか。なんだ、私の裸が見たくねえのか。興味ゼロか。いや、そんなことないですよ。ただ太夫今酔ってるから後で後悔しますよ。心配いらねえよ銀行。女を守るのが俺たち百科の務めだ。安心して俺に身を預けてりゃいい。ちょっと客と風呂に入るだけで向こうより数倍稼げるいい仕事があるんだよ。だから風俗じゃねえっつってんだよ。じゃんけんポン。あっち向いて。おー、太夫、これもすでに罰になってる。めっちゃじゃんけんポン。うっしゃー、あっち向いて。おー、うん、太夫、勝っても結局これ俺負けてる。銀さん、わさのいい情報が入ってある。おだめ銀さん。ほう、そうか、奇遇じゃな。主もダマリンスを買いに来たのか。ダマリンスじゃねえ、オダマリンスだ。ガチャ。よっこらセット。まずツクヨが警備の隙をついて城に忍び込め。その隙に俺は警備にそれを密告し将軍から褒美をもらう。これで完璧だ。こうすればもっと完璧になりんす。まったく無茶やらかしたもんだよ。あんたもさ、最近銀さんに似てきたから危ないと思ってたのよ。ねえ母さん。それどこの国の歴史ですか、コロ先生。これ以上歴史を歪めるのはやめろ。何を教えとるんじゃ貴様。ここに棒があるじゃろ。棒？違う、もっと下じゃ。棒っつうか弾しかねえぞ。何をさらしたんじゃ。てめえの面は醜くなんかねえよ。傷一つねえ魂持った。綺麗な面だ。ゲントキ、しっかりしなし。おい、ゲント。
その手で触れんじゃねえ。その薄汚ねえ手でこの女に触れんじゃねえ。行っちゃった。どうしよう、ドキドキしてきた。やっぱり無理かも。恥ずかしい。なんて美味しい展開やるわけねえだろクラ。うわー、クモだ。あれ、これはな、何、何さらさ。今日はなんだか出そうな気がするんだい。激アツ。何さらさ。